んな紐の女から何を絞り出そうっていうのかしら。麦茶、君できるわね。正式にってどういう。やだ、待って、答えてないから察しないで。答えにくい質問ね。でも私意外と仕事大好き人間なの。ブーブー言いながら働くのが嫌いじゃないっていうか。ダメ、答えられないわ。もう私飲みます。ほら君、もっと優しいのちょうだい。焼き物系とか、あとは孤独。ああ、もう優しいのが欲しいって言ったのに。そうそう、そういうの。明日はね、晴れるみたいよ。空気が乾燥するって、つまり干物日和。飲めば飲むほど乾いてく。干物日和。君っても優しいのね。今年は潤う。君を溺れさせるくらい潤う。ありがとう。ところでケーキっておつまみになると思う？当たるわ。仕事の後はこれに限るわよね。そうだ君、肩揉んでくれない？うん。上手ね君。君が大人になった時のために飲み物を一本作っておこうか。その日が来たら二人で一緒にお祝いしながら飲みましょう。もしよかったらなんだけど、この後二人で、やっぱりなんでもないわ。キャンプ場で迎える朝って新鮮ね。当たり前のことがなんだか当たり前じゃないみたい。それとも君と一緒だからかな。せっかくの海なんだもの、玉木さんと美冬さんに負けないくらい楽しんじゃいましょう。